ヨハン・グロットムスブローテンは、ノルウェー、オスロ市、ソーチャデイラン出身の元ノルディック複合、クロスカントリースキー選手。1920年代から1930年代にかけて活躍、オリンピックや世界選手権で多くのメダルを獲得した。1924年のシャモニーオリンピックでは、 ノルディック複合とクロスカントリースキー 18km で銀、クロスカントリースキー 50km で銅メダルを獲得。1928年サンモリッツオリンピックではノルディック複合、クロスカントリースキー 18km の2冠、1932年レイクプラシットオリンピックではノルディック複合で2連覇を達成した。 ノルディックスキー世界選手権では1926年のノルディック複合で金メダル。1931年はノルディック複合とクロスカントリースキー 18km で共に金メダルを獲得した。グロットムスブローテンはまたホルメンコーレン大会のノルディック複合で5回優勝しており1924年にはホルメンコーレンメダルを受賞している。ありがとうございます。